ねえ、これこいつ、これこいつ生きてる？セミ？お前セミ？何捨てるのこれ？あ、着替えちゃったん？そうじゃないか、ゴミのステッカー貼ってあるし。ずっと漏れてたやつや、このギター。棚の奥にさ。なんか話が読めなくなってきたんだけど大丈夫かな。これセミだな。ねえ、話が分からなくなってきたんだけど、大丈夫ですかこれ。ああセミだな。もうちゃんと音も出てないんじゃないかな。剣とかも錆びてるし、音。古い、めっちゃ。なるかな。触るのか。ダメ。まだ弱そうだからさ。つきそう。指紋。柔らかそう。めっちゃ。羽。なったな。でもゴミ？ゴミなの？多分まだしっかりしたからじゃないよ。トビになればな、このままだ。鳥とかも狙われるんだろうし、安全なとこに置いてあげたい気がするけど。生きられないかもなんだ。まあゴミって言い方するのは気が引けるよ。楽器なんだもんな。そうだよね、プロデュースとは関係ない話だよね。そう、それはそうなんだろうけど、泣かないし。泣かないし。これ捨てるのやめてさ。セミかな、鳴かなくても。セミなの、みんなセミ。こいつだけじゃん、黙ってるの。そうだよ、セミなの。じゃあ、だからセミなの。なり終わったんでしょ、きっと。もう俺たちはセミなの。黙っててもセミはセミだけど、泣くやつになろうとしている。
綺麗なのにね、めっちゃ今泣けなくて飛べないけど、うん、寿命かもしれないな。うん、でも綺麗ならないやつ。鳴ってた時があるって思うと、ギターって呼ぼう、こいつのこと。わかんねえ、もうプロデューサー難しいよ。プロデューサー難しいよ。どうすればいいの？ここで選択肢出てくんのか。やばい、ちょっと一旦落ち着かせてくれ。待てよ、セミをギターって呼ぼうからの、いい名前だな、音楽になるのか、鳴き声、また会えるかわからないけど、え、ちょっとわかんない、ちょっと、ま、マジでわからん、ちょ、本当にわからん、これえ、なにこれ、あ、ちょ、わかんない、どうしよう、なんか俺もちょっと意味深な感じで言った方がいいと思うんだよな、多分これはストレートに行かない方がいい、また会えるかわからないけど、こっちだな。え、うん、だから覚えとくためにこいつのこと、泣いてもこのまま泣かないで終わっても、いつか泣けなくなっても綺麗な音出してたってこと。ギターとセミの対比ってことでしょ。対比っていうか なんだろう、まあわかる、言わんとしてることわかるけど、あ、上がった、よっしゃ、上がった、いつもすぐ取りたくなっちゃうけど、上がったんだよ、しゃあ、どう、やろよ、やばい、捕まえる、セミ、わかる、どこにいても、え、レンズ、レンズ狙ってる、そいつが、え、セミ聞こえる、息してるのが見える、息潜めてるのが、うん、カメラの息が、それで食べられてやる、時々。待って、え？セミ死んだ？もうむしろ忘れるための加速っていうのかな、行くとこまで行ってそれによって全て壊すイメージね？出たー、あ、いいよ、あ、いいね、いや、クライアントさんだから文句言えないんですけど、現場にこれだけ口出されるとね、いや、いいんですよ、はっきり言ってくださって、意味わかんないって、加速って写真ですよ、
俺に朝倉トールは早すぎたのか。俺のプロデュース力がないのもあるのかもしれないけど、早すぎたのかもしれない。なんでこの、あ、びっくりした。聞こえてないよ。え、聞こえなくなる。そいつの息しか。何？ちょっと待ってね。見えなくなる。そいつの気配しか。いわゆる常識的な時間感覚とは違ってね、直感に反してというか全く奇妙に思えるような。危ねえ、ちょっと待って、本当に触りそうになっちゃうからやめて。トールちゃん狙ってくる、空の高いとこから。これ PC 版危なくない？はいと言え真ん中に出てきてさ、すぐこうアイドルが真ん中に出てくるの、ちょっと連打しちゃうってマジで。柔らかい羽、腹、音、これから鳴るはずの。やばい、難しい。どうしよう、難しい。もうプロデューサー難しいよ。どんな感じ？これ俺セミルート入ってるってことなの？ね、何ルートがあるの？セミルートの以外に何があるの？何？どういうこと？セミルートってことなのこれ？何？セミルートって。生まれ変わる。セミエンドなの？何？セミエンドって。ちょっと。セミルートって何や？お、いいじゃん、ね、これは。これ。ほら。セミを持ってなきゃできない表情してる。これセミフォトっすね。これ、こいつ。ほら。生きてる。うん。生きてるよ。あった、いいの分かって。登っても登ってもてっぺんにつかない変なジャングルジム。やめて、降りれないし。やめて、でも気づいたんだ、向こう側に誰かいるって。誰かがいて一緒に登ってくれてる。言葉は交わさないけど。これはさ、トールだけなの？他の女の子も一緒なの？プロデュースは。石をつけてもらうぞ。これ、ね、他の女の子もセミルート入るんですか？え、そんなのわざわざ。ちゃんと通ること分かりたいんだよ、頼むな。うん、うん、まあそうな。今日はレッスン、歌メインでやった。お疲れ様、レッスンがどうだったか感想も書いてくれ。そういえば筋肉痛って言ってたけど大丈夫か？今日は挨拶回りとオーディションの練習、疲れたけどいい感じだった。
よし、その感触を大切にしていこうな。なんか困ってることはないか。今日は衣装着て振りをやった。楽しいし充実してる。困ってることは特になし。ありがとう。いいぞ。衣装着てちゃんと踊れてたな。もっと何でも書いてくれ。絵でも歌でも学校のことでも。サボんなよ。旅に出ます。え？え？待ってくれ！トール！鬼しかかなくていいから！トール！トール！携帯は繋がらない。葉月さんはみんなも何も聞いてない。トール！どういうことなんだ！トールは何を考えて、どんな気持ちでいて、自分のことをちゃんと伝えてくれって言ったのに、トール！トール？え？え？あれ、プロデューサー？どうしたの？何してるんだ？なんとなく気分転換っていうか、探してくれてたの？こんな格好で夜道を歩くな、トール。旅って何なんだ？誰も行き先知らないし。それは何でも書けって言うから。っていうか、そんなの誰も気にしないでしょ。ごめん。俺も大きな声を出してすまない。俺もマネージャーに、とある日に旅に出ますって書いて行こうかな。セミ取りに。教えてほしいんだ。今度こそちゃんと嫌ならもこの世界に縛らなくていい。セミ取りに行きますって書いて行こうかな。マネージャーに。知ってるじゃん。でも、ううん、そっか。なんか何でも伝わってる感じがしてた。そんなことないよね。ごめん。わからないよ。ちょっとどうしよう。今度はちゃんとわかったから、そんなに悩まないでよ。いやいやいや、ちょっと俺にも分かるように説明して。トールのメンタルだけ上がってくよ。なんでだよ。おめでとうございます。やった、ランクアップだ。一緒に登りて。嬉しいこと増えるからさ。おい、一緒に登りて。お疲れ様。頑張ろう。次は準決勝。え、何準決勝って。これも準決勝でいいんすよね。セミファイナルやめろって。あれ、プロデューサー。セミファイナルって言うとジジジって終わっちゃうんだって。やめろよ、演技悪い。